皆さん好きなドラマとかってありますかね。自分は子供の頃から古畑任三郎っていう刑事ドラマがすごく好きで、特に木村拓哉が犯人の回はもう本当に超いい。その中でね、スーパー名シーンがあるんで、一人で再現してみたいと思います。先に言っとくけど長いです。ブルーは綺麗、ブルーです、ブルー、そうブルーだ。赤だ。お察しします。ということで今回の積分はこちら、この積分を見たときにね、どんな発想が浮かんでほしいかってところから話していきましょう。では発想、やっぱりね、この積分を見たら何が浮かぶかっていうと、うわ、対数の中身がめちゃくちゃ複雑だなと思うと思います。この部分ね、ログの中にコサインとか三角関数が入って、しかも二乗されてる、嫌ですよね。その場合どうやって考えるかっていうと、こういうこと。対数関数の、今の気持ち解だね、対数関数の中身が複雑だなと思ったね。中身が複雑と、中身がね、専門的には引数って言いますが、対数関数の中身が複雑であると。そしたらどうするか。やっぱり積分の常套手段、それが置換するということ。丸ごと置換しちゃいましょう。丸ごと、だから対数関数の中身はなるべくね、単純なものにしたいと。丸ごと置換してしまう。なかなかね、最初は勇気持って置換できないですが、まあ、この問題は本当はね、置換せずとも うまくいくんだけども、そういう風なね、あってもできる人はあってもいいんだけど、置換積分をやってみてうまくいったって経験をたくさん持ってるとね、そのビビらずに置換積分できるようになるので、なるべくね、解説の方ではね、シンプルになるんだったら積分、積分ってか置換をしていきたいと思います。では発想の話はこれでおしまい。じゃあ実際どうやって丸ごと置換するかっていうのを解説パートで話していきたいと思います。じゃあこっち側で実際に解いていきましょう。はい、今回やってほしい積分はインテグラルのタンジェント x でログでカッココサイン2乗 x と、この積分をしたい。でまあね、コサイン2乗 x を t とかって置いてもいいんだけど、丸ごとって言われたから。ただまあ対数関数の中身が、対数関数の中身にこの類乗指数の形があるだけなので、基本外に外れるよね、指数は対数関数の場合。なので、まあ、これは経験なんだけども、コサイン2乗 x を文字で置き換えるよりもコサイン x の方を文字で置き換えましょう。なのでコサイン x をじゃあ一文字で t って置きましょう。 t イコールコサイン x と置くと、そうして dt と dx の関係するために両辺微分します。そうすると dt イコールマイナスの sinxdx とこんな風になる。だからまあ dx から dt に変えるときには sinx を一緒にね連れていかなきゃいけないっていうのがここからわかります。おまけで連れていかなきゃいけない。もしそいつがいなければ sinx も頑張って t で表して、 dx から dt に変えるときにその sinx を t で表した形をつけてね入れなきゃいけないんだけど、今回のこの非積分関数の中に sinx 隠れてるよね。いなくはないよね。だってタンジェント x ってコサインのサインだから、こいつに隠れてます。なのでそれを意識してちょっと変形しましょう。タンジェント x ってのはコサイン x 分の sinx でログでコサイン x を今 t って置くので、指数外したいって言ったので外すように準備しましょう。絶対値のコサイン x の2乗と。これ苦手な人が多いと思うんで少し説明をすると、ちょっと雑に書こうか。ログの、x の2乗を外すときに2のログ x ってやるのはこれアウトだから、アウト。だって x が負な場合があるからです。なので必ず x 2乗とかの2を外すときにはこれ気持ち絶対値をつけてから外すって思ってね。だからこの段階で絶対つけておけば、2を外したときにこれ負になるとかって事故を防ぐことができるでしょうと。これとこれは全く同じだからね、2乗 x とコサイン絶対値の2乗同じなので、この段階で全く遠からし原型に下ろすときに注意が必要ということですね。じゃあイコール sinx と dx はセットで dt に変わるのでマイナスをつけてあげればいいでしょう。マイナスで、そして2が降りてくるので2も外に出しましょう。インテグラル関係ないので2を出して、インテグラルで
コサイン X の1だけ残ってるけど、コサイン X が t だから t 分の1、あとはログの t になるから絶対値の t で、dt ということになります。いいでしょうか。そしたらまあこの積分できますかって問題に帰着するんだけど、 t 分の1ってちょうどこの関数の微分形になってるね。一つの関数の微分の形がくっついてるやつ、いわゆる微分形の接触って形になってます。こういう場合は微分した形で書いただけだね。マイナスの2でインテグラルでログの絶対値 t の微分ですよと、 t 分の1は右側はそのまま微分の形が入っていることによって、ログ絶対値 t っていうのを普通の x みたいな感じで積分してもいいんでした。イコールマイナスの2でこれの次数一つ上げてログの絶対値 t の2乗と、2が降りてくるときに2分の1がないといけないので2分の1、これがこの部分の積分結果ね。そして今一応不定積分なので、不定積分の積分定数つけておきましょう。そして22が切れるのでこれがキャンセルする。最後に t をコサイン x に直したらおしまいです。イコールマイナスのカッコログの絶対値コサイン x の2乗プラスの c ということになります。今回の問題ポイントはいろいろありました。おさらいしておきましょう。まずこの積分の形見たときに、うわ対数の中身がえぐいと、そしたら中身を丸ごと置換してしまいましょうと。その時にまたねちょっと経験から来るコツがありました。対数の中身なんだから2乗ごと置換するんじゃなくて、2は一旦置いといてコサイン x だけを t と置こうと、そうすることによって実際に2だけ外すことができましたね。この2乗ってのは一緒に文字を置く必要なかった。気をつけるポイント2つ目として、対数の中身の2乗を外すときに絶対つけなきゃいけないからね、絶対値で外してあげてください。そして3つ目のポイントとして、この微分形の接触と言われるパターンの積分出てきました。一方の関数の積分の形が入ってる、そしたら微分の形で書いてあげれば、これを積分するときに x みたいに通常の x みたいに積分をしてあげて次数を上げて、この上がった分の次数を割るように分数を準備しておくと。なんでこれでいいかっていうと、微分して2が降りて2が消えて、本当は中身の微分が来るけど微分がもうついた形を積分したんだからこれで OK なんでね。ということでおしまいと。絶対値をつけたからこそね、最後にこのコサイン x が生で入ってて、これコサイン x 負の時どうするんですかっていう事故を防げてることになります。いいでしょうか。以上というふうにですね、まあ、今回の問題結構ね押さえるべきポイントがたくさんあるので、まあ、星4個よりのね3個に設定してます。まあ、4個ではないなと思ったらね3個だけど、今回ね、難しいのでできなかった人はよく復習してみてください。はい、ということで、毎週月曜日の朝7時半にですね、こういうシンプルな積分問題をアップしてるので、興味があったら、チャンネル登録をして待機しておいてください。1週間のね始まりを積分から迎えられる幸せなね1週間だと思うので、ハッピーインテグラル、ウィークをね送ってください。ということで、今回の授業これでおしまいしましょう。お疲れ様でした。あ、間違えました。今週の1週間頑張りましょう。お疲れ様でした。呼び乗りの匠でした。似てんな。